田中。第6試合ベストオブザスーパージュニア A ブロック公式戦30分一本勝負を行います。最初に初っ端ドラゴン2匹相手にしてると、さすがにコンディションはいいか悪いかそんなの関係ない。最初にドラゴン2匹相手したからこっちはその分経験値が違うから。高見忍がこのベストオブザスーパージュニアにどんな理由でエントリーしたのか、それとも勝手にエントリーされたのか、そんなのはどうでもいいんだよ。でも高見忍、あんた一つの団体しょってんだろう。それなりの覚悟あってこのトーナメント出てんだろう。そんな高見忍に今日勝てて正直めちゃくちゃ嬉しい。